こんにちは、じんぺいです。今日は今年6月13日、岸田内閣により発表された異次元の少子化対策について僕の考えを喋っていこうと思います。しばしお付き合いいただければ幸いです。異次元の少子化対策と同じ日に発表された子ども未来戦略方針によると、児童手当の拡充をすると書かれています。確かに子育て支援により親の負担を減らし、若い世代に子供を産むことに前向きになってもらうことは大切な少子化対策だと思います。ただ、僕には全くうまくいく気がしません。それは、この少子化対策が何か階段を2、3段飛ばしているような感覚、つまりもっと前にやるべきことが大きく抜け落ちている気がするからです。それは、未来への希望というようなものではなく、もっと現実的な子供を持つ手段に対する心構えのケアです。詳しくは後に僕の考えを述べていこうと思いますが、その前に、そもそも少子化の一番の原因を共有したいと思います。内閣府発表の少子化社会白書を確認していきましょう。約20年前の平成16年版で、すでに少子化の原因として一番に挙げられているのは、晩婚化、未婚化の進展です。つまり、若い世代の所得の問題が第一の要因ではないということです。細かい原因はいろいろあり、核家族により多産女性の減少、人工妊娠中絶による結果としての人口抑制、避妊の普及など数多くありますが、大きく言えば晩婚化と未婚化が原因ということです。この前提を踏まえると、晩婚のカップルが子供を授かる方法と、未婚女性や未婚男性が子供を持つ方法にコミットしなければ、本当の少子化対策にならないと思います。そしてその第一歩は、晩婚や未婚の人の子供を持とうとする心の問題を解決することだと思います。子供を持つことの情報の整備、つまり、不妊治療から生殖補助医療、特別養子縁組、里親制度に至るまでの親になる手段、妊娠と出産、子育てに関して圧倒的な情報の拡充と整備が必要だと考えます。僕がこのように考えるきっかけは、まさに自分が晩婚カップルであり、不妊治療のせいに子供を授かった経験と、二人目に挑戦したが叶わなかった経験があるからです。僕の不妊治療の経験から言うと、晩婚カップルに必要なのは情報です。僕が40代で子供を持とうと決意し、夫婦で不妊治療に入った時に感じたことは圧倒的な情報不足でした。現在のような情報が溢れている時代に情報が足りないなんてありえないと思う人もいるかもしれません。しかし、様々な理由で十分に情報があるとは言えない状況になっているのです。簡単に4つの例で説明します。1、情報がそもそもない。例えば、不妊治療の成功確率は正確にはわかりません。不妊治療によって出産した人のデータは分かっていますが、不妊治療を受けはしたが、出産に至らずに諦めてしまった人の数が把握できていないからです。失敗の数が不明のため、分母が不明になってしまいます。よって、成功確率は分かりません。この状況を打開するには、各医療機関の治療成績のデータ開示が必要ですが、現状、そのルールやシステムが確立できていません。この辺のことは、杉江あゆみさんの著書、生殖技術と親になること、不妊治療と出生前検査がもたらす葛藤に詳しく書かれています。次に行きます。2、情報が見つけづらい。試しに、Google で、不妊治療成功率と検索してみてください。出てくるのは医療機関のウェブサイトばかりで、載っている情報も不妊治療の成功率ではなく、年齢別の体外受精の成功率が出てきます。また、Google で未婚、養子と検索しても、出てくるのは相続関係が多いです。3、情報が難しすぎる。不妊治療、生殖補助医療、特別養子縁組や里親の情報に関しての多くは、厚生労働省のサイトに掲載されています。しかし、厚生労働省のサイトは書き方が非常に難しく、気軽に読める感じではありません。4、
情報の信頼性がわからない。例えば禁欲について、つまり精子を貯めた方が良いのか出しておいた方が良いのかを調べてみます。そうすると様々な答えが出てきます。ある医療機関のサイトでは2日から3日の禁欲期間がベストですと書かれています。しかしまた違う医療機関のサイトでは、一般的には3日から5日程度の禁欲期間が適切であると言われていますと書かれています。またあるサイトでは、妊娠を目標とするなら1日から2日程度の禁欲で十分であり、かつこれが理想と言われていますと書かれています。このように同じ医療機関でも出ている情報がバラバラで、どれを信じて良いのか分かりません。以上のような情報不足が現状です。また僕が2人目の不妊治療を諦める際に一瞬頭をよぎったのは、特別養子縁組という制度でした。その時にも情報不足を感じました。自分の周りに養子を育てている人がおらず、もし養子を取った場合の子供との関係性に不安しかありませんでした。このように情報不足そのものが、晩婚カップルや未婚者、同性婚カップルなどが子供を持つことを困難にし、子供を持つことに対する不安感を生み出しているのだと思うのですが、いかがでしょうか。よって僕が考える異次元の少子化対策はこんな感じです。まずは何といっても情報を収集するシステムを作ります。各医療機関へ情報を吸い上げるシステム網を作ります。これは国が音頭を取らないと不可能だと考えます。そして子供を持つための情報が手に入りやすいように、妊活・養子の総合ポータルサイトを作ります。そのサイトを更新頻度を高く運営管理をします。ちなみに、現在もそれらしきサイトは2、3存在しますが、全く日々更新されておらず、検索にも引っかかってこないので、正直意味がないと思います。しっかりとしたポータルサイト、例えばホットペッパーや食べログぐらいのボリューム感、ページ数で毎日更新されるようなものではないとダメだと思います。そして、他の営利企業サイトに Google 検索で負けないように、子供を持ちたい人の目につかせるために予算をかけて SEO 対策も必要だと思います。もちろん SNS での発信も不可欠です。また YouTube で毎週子供を持つことに関する総合的な知識を得られる番組を作るのも良いと思います。サイトや SNS や YouTube、 いずれにしても不妊治療のデータ、体験談、同性婚や離婚で子供を持つための法律、特別養子縁組や里親の制度など、難しい言葉でなく、誰でも簡単に理解できる、平易な分かりやすい言葉で伝えるのが理想です。以上のような少子化対策をしたとしても、子供を持つことの経済的なハードルは依然存在すると思われます。未婚で子供を持つ人、特にシングルマザーなどは、これまで以上の経済的支援が必要だと考えます。よって、国は今回のような少子化対策もやらなければならないのもわかりますし、必要だと思います。ただ、繰り返しになりますが、まずは晩婚者、未婚者、同性婚者への情報の充実、それもしっかり予算をかけて永続的な情報の収集と公開、それによって子供を持とうとする人の不安感の除去、これらがしっかりと運用されない限り、どんな少子化対策も空転してしまうのではないでしょうか。今日は僕が考える少子化対策についてお話ししました。それではまた。